もし過去に戻れるなら、俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても、俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だが、お前たちはまだその選択の岐路に立ってる。俺と同じような悔いを残してほしくない。うん、ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん。絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ、体が。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。たとえ旅人の浄化能力をもってしても、アビスの影響を完全に取り除くことはできない。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ、意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しいんだな。ただの経験談だ。大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよう。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。このおじさんはもうお手上げだよ。なあ戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる。しらを切るつもり。私がなんでここにいるかお姉ちゃんも分かってるでしょ。皆さんごめんなさい。この人を数分お借りするわ。ほらついてきて。まったく、しばらく失礼する。あのクイクって。ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでも、彼女は幼い頃ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後彼女はククリューに引き取られ、ククリューと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。
懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。彼女との仲はまさに雨降って地固まるってやつなんだけど、今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイックとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険なことをしようとしたら止めてくれとクイックに頼まれてたんだ。だが君たちも知っているだろう、チャスカは一度決めたら考えを変えない。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。道理でチャスカに普段と様子が違うって言われるわけだね。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私の年ではしたくても無理だからね。そうなったら後悔してもしきれないだろう。でもクイックの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは誰だって耐えられない。ここなら誰もいないわ。さあ1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても私はただやるべきことをやるまでだ。クイックも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わずに八神の国に行こうとするなんて海外旅行じゃないんだから。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。私からすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックスなの。そんな場所にお姉ちゃんはこっそり行こうとしたんだよ。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。二つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っても止めることができないと言ったら。ほらボロを出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイックが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん、ごっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら医者として叱りつける責任があるわ。ああ、わかった。まだあるか。何よその言い方。しっかり反省して絶対に行かないって約束して。ストップ。今回はガチなやつか、それともちょっとした口喧嘩の範疇か。お、ね、いっちゃ、私が冗談言ってるように見える。なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目に遭ったのには私にも責任がある。もし何もしなかったら私は私で亡くなってしまう。でももしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として然るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら私も本気を出すぞ。ワイナの家の屋根を吹き飛ばしてほしくないだろ。何よ脅してるわけ。脅しよね。クイック。
少しは姉の言うことを聞いたらどうだ。どうしても行くの？私が何を言ったって無駄ってこと？私のこと本当に妹だと思ってくれてる？妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。はあ、お姉ちゃん、しょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだから。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも？君たち二人は血こそつながっていないが、本当に性格がそっくりだよ。そうか？前にクイクにも同じことを言ったら、彼女もそうかなとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間があるときには妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さて、スピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。実はうー、金融野郎がいてくれたら天空のライヤーを直した時みたいにできたのに。借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。
見つけたぜ。詳しく話すとなると少々複雑だ。かいつまんで説明しよう。またファデュイか。どこに行ってもあいつらってちょっかいをかけてくるよな。エンジン様が力を失った。もしそれをファデュイが知ったら、その隙をついて攻めてこないでしょうか。だからこれは我々だけの秘密だ。決して口外しないように。でないと私は窮地に立たされる。君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、とても心を休められるような状況ではない。面倒事は私に任せ、君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて私も力を貸すぞ。大した力はないけど。謙遜しすぎだイアンさん。北条の国の誇りである君の実力は誰もが知っている。そのごめんなさい。みんな心配事をたくさん抱えてるのに、私は感情に任せてばかりで。謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私も例外ではない。君の気持ちはよくわかる。カチーナの孤名を見つけたのなら早速探しに行くとしよう。さあついてきてくれ。よく気づいたな。ここは私が様々な記念品を保管している場所だ。実際に見るのは初めてです。こんなにたくさんあるなんて。全ての部族のものが揃っていますね。集めるのにさぞ苦労されたことでしょう。趣味のようなものだ。ナタでは誰もが英雄の物語を聞きながら大人になるからな。物は記録を残すのに優れた媒体だ。人の脳よりよほど頼りになる。私はこれから儀式の準備をしなければならない。準備が整うまで自由に見学していてくれ。もし興味をそそられる品があれば、その歴史を聞かせてあげよう。じゃ、遠慮なく見学させてもらうぜ。いろんな容器と薬があるぞ。錬金術と関係したものかな。それは名園の主の儀式で使われる道具で、八神の国、そして大霊との意思疎通を強めるためのものだ。イエマヤはその分野の専門家で、私にいろいろと関連する知識を教えてくれた。一見厳しそうな見た目をしていたが、実際はユーモアのある人だった。ただ彼女の弟子がこれら伝統的な容器を受け継ぐのを拒んだらしい。それで仕方なく私にくれたんだ。容器の中身はそれほど特別でもないが、ああ、真ん中の大きな容器は別だ。それは彼女が私のために送ってくれたものでな。おお、きっとすごいものなんだな。何なんだ？ブドウジュースだ。全然すごくないな。そろそろ品質が落ち始めている頃かもしれないが、実に美味だぞ。落ちて。
粉塵はしばらく置いておく必要がある。もう少し待っていてくれ。さて、一通り見た感想はどうだ？ナタの文化をより感じられただろうか。おう、どの記念品にも物語があるんだな。こうして見るとナタって本当にいろんなことを経験してきたみたいだ。お守りを見るとアテアの言葉を思い出すし、お前にとってここにあるものはどれも特別な思い出を呼び起こしてくれるものなんだろう。ああ、そうだ。そしてこれら記念品の役割は各部族に伝わる古名と似ている。我々に時間の真の姿を見せてくれるのだ。時間の姿？我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。過去を変えることも未来を予知することもできない。だがもう一つ別の解釈が存在する。私が思うにこちらの方がより真実に近い。過去、現在、未来、全てが同時に存在しているのだ。同時に存在？何言ってるんだ？ふん、言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、どの国での経験が最も重要だったと思うだろうか。そう、終点にたどり着いても旅で経験したことは消えない。ただ君たちの経験や見聞に変わっただけだ。そのうちの一つでも欠ければ君たちは別の選択を取り、全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。現実になってはいないが、それはすでに存在しているものであり、我々はそれを感知する手段を持っていないだけだ。無論一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と称するのだが、こっちの概念なら馴染みがあるのではないだろうか。そう言われると確かに理解しやすいな。まだ起きてないのにすでに存在してるってことか。人間は現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ未来をないがしろにしてしまう。あ、そしてヒカセイヤの巡礼と余巡者の戦争が未来を示してくれる。別の時空のナタ人が団結することでアビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか、頭が下がるばかりだな。あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかったが、カムクラを利用することで天空から力を借り受け、ナタのルールを作った。このルールがあったからこそ、ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。ヒカセイヤの巡礼で選ばれた最強の者がカムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。また同時にナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。先ほど君たちに教えた内容も聖火から学んだものになる。なるほどな。カムクラとルールの力か。あれ？これって家族の絵か？ん？ああ、私の父と母、そして妹と私たち二人で飼っていた古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。可愛い妹さんだな。お前とすっごく仲が良さそうだぞ。ひひ、神になる前はただの人間だったって聞いた時は想像できなかったけど、この絵を見ると納得だな。見た感じどこにでもいそうな人って感じがするけど。こんなこと言っちゃまずかったか。今さら聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑って。
冗談だ。このくらいのことで怒るわけがないだろ。他人にどう評されようと、これは私の過去だ。私にとってかけがえのない宝であり、いつ何時も誇りに思っている。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ、忙しさのあまり避ける時間が減るのは事実だが、父は肉を煮込んだ料理が得意でな、妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。そして共に絨毯の上に座って食べるのだ。だがある日、ドアを閉め忘れ古竜たちが入ってきてしまったことがある。そして食器をひっくり返してしまった。すると妹は大泣き、そのいたずらっ子どもは肉を食べようとする手を止め、みじろぎ一つできなくなっていた。床に伏せたまましゅんとする姿を目にしたら、どうにも叱責できなくてな。代わりに妹を慰めるのに手を尽くしたよ。へえ。家族とはそういうものだろ。過去の微笑ましいエピソードの一つだ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかをひとときも忘れずにいられる。それからどうなったんだ。この絵って結構年季が入ってるし、妹さんはもう大人になってるんだろ。確か建築家と芸術家になったはずだ。数多くの建築物を手掛け、様々な芸術作品を生み出したと。その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。そろそろ始められる。イアンサ、ムアラニ、チャスカ、来てくれ。5名を置いたらすぐに始めよう。天地に通ずる生命の子玉、絶えぬ物語の伝承よ。古の名、この声に運命のものを答えさせよ。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし存在感薄いし、忘れられて
見捨てられても仕方ないのに。助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう。強がらなくていいんだよ。私たちは絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも、私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。本当は怖かった。暗くて不気味で早く帰りたいよ。でもやっぱりみんなを危険な目に遭わせたくない。また私が足を引っ張ることになっちゃう。いつも私たちのことを信じてくれてるでしょ。今回も同じ。ただ私たちを信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たち、そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。リカと気をつけて。通信はここまでか。さて次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のまま八神の国に入ってもらう。八神の国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも汚染されかねない。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに連絡しここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して彼女は経験豊富だからな。その顔を見るにまた喧嘩をしたのか。心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。エンジ様、私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて本当にありがとう。時間がもったいないし早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。いやさ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇した時は。そんなことにはなりません。あ、それを願おう。剣女盤石。